はいどうも、セブンナイツおじさんです。チュアス。今日はね、リンを欲しい、もう一体欲しいということで、まあ少しルビー積みました。150連か引こうかなと思います。まあこれで出るとは、出るかどうかっていうと結構微妙なライン、出にくいと思います。2体目なんでね。ただまあ、ちょっと狙っていきたいなーっていうところですね。で、まあ副産物として狙ってるのは、まあ白鳥ですかね。なので白鳥、アリエルあたりは、1枚ずつ欲しいかなーっていうところですかね。ですかね。ひとまずそんなところですかね。で、今週は、まあね、リン使っていきたいなってところなんで、アリーナのパーティーも、今、時点ではこんな感じですね。リンバックの、魔法中心パーティーですね。で、呂布が消えて、まあ、デイジーが消えても、まあ、呂布が残ってるっていうような感じでね、バフは残していきたいなと思ってるっていうのと、まあちょっとね、装備も敏捷仕様に全体的に変えていこうかなと思ってるんで、まあちょっとこう、調整していく段階ですかね、今ね。東城、デイジー、アリエルっていうのは、魔法キャラの中でもかなり敏捷の高い部類に入るキャラなんで、なので、まあできるだけちょっと、先行取っていくスタンスで、行きたいなと思ってます。で、そう考えると、呂布っていうのは、まあ、マイナスなんだけどね。呂布、敏捷はないんでね。だ他にいいキャラないかなーっていうのをちょっと考えてるとこですね、今は。まあ、入れてない、デバフだとすると、まあ、イチゴとかなんだけどね。で、これは相手にリンがいた時に反撃率下げられるっていうのも美味しいっちゃ美味しいんでね。まあ次の候補の一人ですかね、イチゴは。で、まあ相手に、ね、俺の嫌いなユージが混ざってたとしても、月牙伝承はダメージ通らないけど、バフを減少させるのと、クールタイム伸ばして、もう一回こっちがスキル打てるようにできる。で、月牙伝承、黒い月が打てば、月牙伝承リセットされた上で攻撃も通るという感じなんでね。まあ、前衛でちょっと使っていければなと思ってます。で、そのためにはちょっと宝石をちょっと鍛え上げていかないといけないかなってとこかね。今いい感じの状態なんですけど、これをね、ちょっと極上に変えていきたいっていうところですかね。はい。で、リンは、もう一体手に入れたら、とりあえず一突させようと思います。装備拡張よりも。で、一突させて、で、宝石装備させて、で、その後もう一体出てくるようだったら、装備拡張とかですかね。で、リーヤーはもうすでに全て消費済みなんで、まあ、ちょっとリーヤーの力を借りることはできないという状態ですね。はい。まあ、そんな感じでちょっと考えてます。だから、敏捷取る、また、スーパー敏捷パーティーに、戻っていくかなと。はい。で、リュフを外すってなったら、それは初めてなんで、今までもずーっと入れてきてたんで、リュフは。はい。まあ、なので、そういうキャラを狙っていきたいなと。で、白鳥も敏捷、そこそこあるよね。俺の戦いだ。ね、27あるもんね。だまあ、白鳥でもいいかなと思ってます。そこら辺はちょっと、まあ、いろいろ考えて。はい。で、今週、リンリンも試すんで、絶対。はい。そこは、やります。さあ、ちょっと前置き長くなりすぎたな。ちょっとなんか、不要だなと思った部分をカットしてるかも。さあ、引いていきまーす。ちょっと何回か、ボックス整理挟むと思うんで、そちら、ちょっとご了承ください。リン!
I can fly! ジン、ああ、揃った。風炎。アーカン。キャティ。ノックス。白書。いきなり来たね。いきます。リン、あれリン、フライアウェイ。よし来た。セイ、降格。まだ未だに星2が実装されていない降格さん。理性、ジェーン。おお、やった、消去貫突。行きます。行けフライアウェイ。ルーシー。ジェーン、さっきからジェーン出まくるな。リーナ、カロン、大自然の恵みよ。リン、おお、まあまあの筋率。あ、一度に開く。ちょっと大きな声出しちゃった。待って、ニヤニヤが止まらない。いやー、低評価待ったなしだな、これ。真ん中にはリンリンいるし。うーわー、ニヤニヤ止まんねー。いけるかな。黒への顔を見ずにちょっと行ってみます。んー、バチコイー。おお、またか。じゃあちょっと一度に開いてみますか。ジェイブさん頼む、オラに力をくれー。チンタオ。でもね、引き的にはうん、まあ微妙ですね。はい、限界。やってみまーす。りんちゃん。また来たか。いけー、孫悟空。氷一回やんなくて済む、これで。いいね。いい引きしてますね。ちょっとやばいな、これ。今日は引いていい日だったんだな、俺。しくねーいっす。はい。ユージ。めっちゃ出てきたな。ちょっと余り始めてきた、ユージが。白章が欲しいんだけどな。違うか、55連じゃないか、さっきのやつ。66連目か。で、これが、88連目だ。おお、なんか消去めっちゃ出るな。今までの出なさ加減は何だったんだというぐらい。あ、星5陣。やった。はい。いくわよ。起きたね。さあ、今回はちょっと普通に弾いていこう。拍手、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 勝利。理性。勝利3度。
スニッパー。いけ。あー、行ってきまーす。はい。はい。お、すごい。超運。あれ、消去また出た。三国フェスでもやってんのかな、これ。ほい。よいしょ。お、いいね。また7枚いきましたね。拍手。いいね。今日2体目です。お、星5千円。合成要因使えるかな。あ、出よう。やべえ、地高ガチャだ。俺の手をもとうとう宝石装備できるようになりますね、これで。これね、ちょっとギルド戦はかどるようになるね、これで。頼むでー。おしおし。まずこのね、金率が重要なんでね。アラゴン、久しぶりに見たね。ベリカ。レオ。ほほ。だよね。行ってきまーす。はい。整理してまいりました。あと、2回か。OK。もう今時点でね、思考3枚出てるんで、まあもう完全に勝ちですね。風炎いっぱい出たな。琥珀。そういえば全然出てなかったな。初めてかな。これラストです。いきます。さあみんな一緒にフライアウェイ行きますよ。フライアウェイ、フライアウェイ。お、すげえ金率。最後は一度に開くぜい。出なかったか。出ませんでした。はい。というわけでね、今回は、かなりいい引きをしました。ただの神引きでしたね。はい。白将2体、もう美味しいね。紅白1体。で、小京が貫突。まあ、俺にとっては、なんていうのかな。いいガチャでしたね。久しぶりに。うん。まあ、しばらくこれで引かなくて済むかなーっていう感じだね。とりあえず最低限の目標、リン2体は、ゲットできたんで、アップ中にね。で、降臨で、もう1体。まあ、いつ来るかわかんないけど、降臨でもう1体ゲットして、装備拡張して、1突銀。で、運用していこうかなと思います。で、あとはもう、ボードね。ボード待ちですね。はい。というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。